カマキロです。よろしくお願いします。僕現在はですね、火木土曜日と定期的に動画を投稿しています。まあ曜日に特に深いこだわりはなくて、なんとなく火木土にしています。週3ぐらいがね、まあ無理なくやっていけるペースかなと思ってます。なんですが、今日8月1日から8月31日までは毎日何らかの動画を投稿していこうと思います。パチ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 なんてね思っておきながら内心ああ言っちゃったとも思ってます。他の YouTuber さんとかも毎日投稿やりますなんてねチャレンジ結構やってますよね。この8月僕も挑戦してみようと思います。これまで通り買ってきたレコードの紹介だとかキーボードの話とか1分未満のショート動画でイントロとか名曲とかのねそういうのも含めます。さすがに10分近くある動画を毎日上げるのは死んでしまうので勘弁してください。8月は毎日 YouTube になんやかんやで新しいものを投稿していきますのでよろしくお願いします。ちなみになんでこの毎日投稿をやってみようと思ったかなんですけども、ある友達に言われたんです。フォロワーとか登録者増やすんだったら毎日なんかした方がいいよ、こう言われたんですよね。その時はまあふーんそうなんだぐらいに思ってたんですけど、最近になってですね、いやこれ僕もやってみた方がいいかななんて思ったんです。確かに毎日なんやかんや動画上げてれば必ず人の目には止まりますよね。そしてそれはチャンネルを大きくしていくためにはとても大事なことですよね。僕は基本結構動画のストックがありまして、常に 3,4 本分ぐらいは未公開の動画があるんです。ただ毎日投稿となればそんなストックはあっという間になくなりますからね。休みの日にまとめて動画を収録して毎日編集してというのを頑張ってみようと思います。多分こんな無理ができるのもね本当今だけなんでね、達成できるように頑張ります。はい、そんな感じで決意表明といいますか8月のチャレンジについてでした。万が一毎日投稿できなかった場合なんですけど、頭をね丸めて謝罪動画なんかねあげようかなと思ってます。それはそれで皆さん楽しみかもしれませんね。いやいやでも坊主は困るので頑張ります。ということでこれから毎日よろしくお願いします。それではまた明日。